めた雑誌を見出し前に結局読まなかったままの数冊手を配るディティールに向けられた眼差しから探しよりいいところばかり見つける君のように午後に広告会と希望を起伏にひるんで丸めた姿勢を戻すことにただ気を取られていた手にしてなくして繰り返しても食べたいものも行きたい心もまだまだあるイメージの日を絶やすなよ形にならなくても心がかじかんでしまわないように月はぎの思い出でもいい斜めでも後ろでも今までの意味を編んでゆけるなら慈しみも悲しみも手放したくないから交差している現在過去幾重に結んで忘れたことを忘れることにただただ怖がっている目にして耳にして明日も綴っていく運命ならまた会えるからって言い聞かせてイメージの日を絶やすなよ形にならなくても心がかじかんでしまわないように月はぎの思い出でもいい斜めでも後ろでも今までの意味を編んでゆけるなら慈しみも悲しみも手放したくないから形にならなくても君が紡いだものをいつか受け取れるようにイメージの日を絶やすなよ形にならなくても心がかじかんでしまわないように月はぎの思い出でもいい斜めでも後ろでもこれからの日々も編んでゆけるなら慈しみも悲しみも手放したくない会いたい人に会いたいのは変わらないから運命でもまた会おうぜ肉で意味のある話ばかりする友人時々でいいから遊びにでも誘おうか